年の F1 シーズンにおいて、アウディがエステバン・オコンを検討しているとされ、オコンがザウバーチームのシート獲得において有力候補の一人であることが報じられている。ザウバーチームは2024年にアルファ・ロメオからステークを引き継ぎ、2026年にはアウディの新たな名前でエンジンを搭載する予定だ。アウディはすでに2026年型エンジンの製造に取り掛かっており、その一環としてノイブルクの拠点を拡大している。 しかし、アウディが、新たな名前で参入するにあたり、注目を集めているのが、誰が、そのシートに座るかという点だ。F1 ジャーナリストのローレンス・バレットによれば、エステバン・オコンは、ザウバーチームのリストの非常に上位に位置しており、アルピーヌとの契約が残り1シーズンになっているため、ザウバーチームが、アウディのために彼を検討しているとされている。オコンは、ザウバーチームを、ミッドフィールドの連覇候補に変え、表彰台、勝利、最終的には、 チャンピオンシップを争えるチームに変貌させるという目標を抱いているとされている。これは、ザウバーチームが、アウディ化に向けて、進行中のステークの下での計画であり、CEO のアンドレアス・ザイドルが、オコンを含む数名のドライバーを高く評価しているとされている。一方で、アウディのシートに興味を示している他のドライバーとしては、バルテリ・ボッタスが挙げられており、ボッタスは、アウディの一員になることを最優先事項とし、アウディに移籍することができない場合は、 他ののチームとの交渉に臨む考えを示している。コメント、オコン、アルピーヌが、アウディのドライバー候補というのは、たまに聞きますね。現実にそうなるかは、わかりませんが。ボッタスは、自分で表明していますが、どうなんでしょうね。